どこら辺まで進んだかとか、ボートどこやったっけとか、わからなくなってしまった。まあ、またお散歩を楽しめってことだね。これ山の中腹とか来ちゃうと、水が欲しい時も難しくなっちゃうね。自分の体重が軽くなる。へえ。今、何キロぐらいになってんだろう。そのうち、0. 何グラムとか、とてつもない体重に。ポンって背中叩かれただけで、あらぬ方向へ飛んでいきそうだ。川があったね。こういうとこから組めばいいか、海じゃなくても。まあそもそもね、海水でこういうの育てるのやめた方がいいよな。すくって、危ない危ない、俺が流される。なんかキラリしたね。どこだどこだ俺は。スタッ。キラリしてるけども、お、ツルハシで。ツルハシではいけない？ツルハシじゃないか。大体のクラフトゲームではツルハシでいけそうなもんだけど。ねえ。ここは完全な強化のもとやってますから。何やってんの？ちゃんとキャンプ許可証も。も持ってますしね。わかった。おとなしく捕まりますよ。違法行為してたの。待ってよ。僕の負けさ。嘘つくの、下手なんだ。なーに？やっちまったな。お願いだ。違反切符は切らないでくれ。袖の下を渡してもいい？あ、じゃあ、もらっちゃった。これで、あれかな？釣りができるのかな？釣り竿があれば。今渡されたのって、ミミズ？釣りの餌だよ。それで見逃してくれよ。他に何ができるってんだ。コインのある世界なんだからコイン渡せば？特に何もいらないよ。誰にも言わないから。え、ほんとか？いやいや、もらっとけって。パークレンジャーじゃないのか？公園戦隊、パークレンジャー。違うよ。私のおばさんはそうだけど、別に部下でも何でもないし。なんだ、じゃあ、誰にも言わないんだな。大丈夫。よかったー。まあ、それでも、餌はそのまま持っておけよ。あ、Thank you。やったね。こういうさ、裏側とか覗いちゃうよな。なんかないかなって。よし、これぐらいの高さだったらいけるね。100枚コインをゲットして翼じゃないか帽子を得るっていうのもいいね。まあコインは今後どっかしらでまた使うんだろうけど、こういう木陰に隠れたものとか探すの大変そうだな。ここは何ぞ？灯台かな？まだ入れなそうかな。うん。ボルダリングしてもダメかな。チャリン。よし。100枚溜まったね。そしてなんか、Z ボタンが。小屋が見える。お、本。おーい。メイオブソン。クレアカイ。そうよ。私よ。声聞こえる。ああ、聞こえるよ。わーい。よかった。楽しんでおいで。わかった。さする。会いに来ましたけど、直接。さっきの会話は何だったんだっていうね。いいね。これ、島がさ、一周つながってるから、最初の場所だってもね、視点が変わって違うような世界に見えるっていうのがまたおしゃれだ。このゲームさ、Steam の好評欄みたいなやつで、確か圧倒的好評だけかな。うん。で、かつ 99.9 だから 99% の人が、いいぞーって、いいぞーこれって言ってるらしい。いいぞこれきっと。多分ね、実際触って遊びたくなるっていう種類のゲームだよね。そういう系いいよね。それ何よ、その持ってきたんだし、お礼とか何かもらえたりしないのかなって。特にないわね。え、それはないんじゃない。貝殻いつの間にか指定枚数来てるのか、それともまだ途中か。ありがとうもなし。生き残るためには何でもやる派なの。ひどい。俺をあげるって約束した覚えもないわ。はあ、念書書かせておくべきだった。それはそうと、あなたに頼みたいことがあるの。新しい依頼よ。お、誰を消せばいい。そんな黒いゲームではないぞ。他にもあるから遠慮しとく。一つくらい増えたって変わらないわよ。断ったら命はないと思うわ。いい仕事ってそうそう見つかるわけじゃないし。で、どうする。まあこれは引き受けた方が良いでしょうね。よろしい。これを。貝殻のネックレス。あ、作ってもらったの。管理人の名のとこまで届けて。以上よ。じゃあおばさんに渡しに行く。メイおばさん。177歳のメイおばさん。人間じゃないからね、実際は何歳かわかんないぞ。お届け物だよ。ジェーンから。おやまあ、なんて綺麗なんだい。優しい子だよ、あの子は。本当に、あいつの内側知らねえだろ。こんなにたくさんの貝殻大変だったろうに。俺がな。そりゃだって、ん？なんでもない。優しいな、クレア。そうだ。思い出したよ。家の中で黄金の羽を見つけたんだ。やったー。お前が使いたいんじゃないかと思ってね。使いたい。ありがとうよ。まあ、間接的にジェンもありがとうよ。おー、ありがとう。でもなんか、変なタイミング。ゲームによくあるクエスト完了の報酬みたい。ジャストそれです。そうかい？ちょっとね。こういうクエストとか多分ね、全部こなさなくても、クリアってできる系かもね。ちゃんと届けてくれたみたいね、と。うん。まあ、その道中をね、いかに楽しむかっていうゲームだと思うから。それで、いくらもらえるの？手がジェニの格好になってそう。うん、指がね。わかったわかった。ほら、どうぞ。あれ？貝殻。満喫してね。現物支給、しかも。お、これは、あー、惜しい。捕まりながら行けば。うん、でも、今ちょっとジャンプをためらっちゃったけど、よいしょ、とっとい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 、ああ、そっち行っちゃうの。うまくいけば登れそうだな。それこそ羽がもう一枚あったら楽に行けそうだね。ちょっとここは空の旅で行くか。俺は空で行くぜ。木のバー。木の棒は集めるとどうなんだろうね。エクスカリ棒になるかな。今は頼りない7本の棒だけでも、これが800本とかになればね、束ねたら丸太に勝る、そんないい武器になるかもしれん。ここは双眼鏡で見るところか。ちょっとは道なりに進んであげないとね。大体なんか脇道とかね、土地だ、ああ、こういうことするから、どこの道通っていたんだっけってのがね、わかんなくなっちゃうからね。それは木の棒ですか？それとも影？うん、影ですね。川の流れ、これ、落ちたら、一発で流されそうなもんだけどね。すごい頑張って踏ん張ってんのかな。ここでね、ポンって飛ぶのもありだけども、まずはちょっと進んでみよう。コイン落ちてないかな。あら、ここで行き止まりというわけではないけど、うん。じゃあやっぱポインするしかないか。バシャー。なし汁ブシャー。痛い。道が細いぞ。おっと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 。ここ実際、登山するの大変じゃないか。どこが登山道だか。そして、雪ゾーンですね。チャリン。このコインは誰かの脅し物かね。これを辿っていくと何かありそうだ。おい、そこの黄金の羽はどうだ？いいね。そうか、なら1枚につき100コインだ。あ、それってビジターセンターの倍以上の値段じゃない。まあ最初は簡単に手に入るけどね。だんだんと金がかかってくるのはしょうがないよ。文句あるならそっちでかいな。でも完売しちゃったって。ふん。ご愁傷様。ちょっとツルハシで脅す？それで買うのか、それとも買わないのか。ああ、帽子は欲しかったけども、黄金の羽の方が、うん。必要だろうな、今は。よし、金は。羽あった方がね、うん。行動範囲が広がるし、動きやすくなる。あばよ。何沢田さんですかね。あ、そんなとこに捕まってる人がいる。7枚が必要。へえ、初心者にはそれ以上がおすすめ。ずりずりずり。そこの人に話しかけたいな。まだ6枚だからな。うまいことして。一応7枚でもギリ届くけども、操作が苦手だったら、それ以上持ってた方が無難だよと。コイン落ちてるね。細っ。道細っ。やったぜ。結構ね、気をつけないとね、つるん落ちるからね。ヘリアンサス、ディルム、あ、これは見たな。コインがまた復活してる？バケツ2個目だね。とと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 とー。みんなそんなにマラソンしてんの？ゆっくり歩いてたら危ないよ。だからいつも、ああ、体当たりが走ってるんだ。止まる方が危ないよ。止まらせたのは俺だが。ツルハシとかこんなに集める必要あんのか？たくさん集まればそれだけその道具のパワーが上がるのかね。これはジャンプしてひょん。なんか少しは砕けたけど、あ、いけた。なるほど。ワープ的に、うん。移動できる通路が。木に隠れた宝箱。こんにちは。何を描いてるの？え、絵を描いてるってことか。わからないかい？ああ、海岸線なんだが、ただ、もっと、抽象的な感じにしたいなと思ってるんだがね。ああ、言われればそんな風に見える。まだ途中なんだ。抽象的にしたところで自分が気に入るかはわからんが、もう少したらブラックウッドの森の灯台へ向かうよ。まだまだだね。インスピレーションが足りないんだ。ここにも双眼鏡あるね。お、やった、羽だ。7枚。絵を描いている。走ってるあの子だ。お散歩すると結構見つかるな。まだ行ってないところもたくさんあるっぽいし。そして羽。なぜ取れない。よしよし。これで登りやすくなったでしょう。さっきの崖もチャレンジしたいね。